さあ場内は専修大学です。専修大学は3人でチームを組んできました。専修大学の1番目の選手になりました石田浩二選手は山梨県立北斗高等学校から専修大学の生活環境経済学科に進学いたしました2年生のライダー。乗馬歴は8年あります選手。さあこの石田選手は昨年1年生の時にはリアルモードという馬に乗りまして41位という成績。今年はこのマニフィーズ北海道のニーカップ町マリオステーブルで生産されましたサラブレッド11歳になりますレスノーマバツリダゴッホとオスキアセラーレの卓球。競走馬時代はニーズプルシャという名前で川崎の佐々木調教師のもと地方競馬16戦1勝という競走成績を持ちます。ここで3つ目の落下になりました。そして最終の11番障害これをクリアしまして落下がありました。